ようブラザー、白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日タルタリアのね、新しいビルドなんですけども、ちょっと紹介していきたいのがありまして、冒頭で見ていただいた通り、悠久の4セットを使っていきます。まあ、岩なんですけども、違う属性の、元素キャラに使っていくということで、まあ、ちょっとビルドの紹介ですね。威力は、まあ、普通に4セットかかるんで、まあ、プラス 35%。他に、例えば、楽団だけで、その、銃撃の、ダメージ 35% 上げたり、その他の、ビルドで、例えば坂飛びで、通常攻撃系の方が 40% 上がったりとかっていうのがいろいろあります。これシールドがね、ある状態で発動するんで非常に優秀だったりするんですけども、シールドがなかったらね、全然ダメだったり、こっちは、こっちで元素爆発の方であったり、通常攻撃であったり、普通のスキル攻撃で、スキル出したり、しまったりするのに影響がないんで、非常に DPS は落ちると。ただ楽団に関しては非常に優秀で、元素熟知が80上がるんで、例えば火を起こしながら、深淵で火を起こしながらとか、まあ火が継続的に入っているようなところであったり、まあ元素爆発の時にね、大きく蒸発乗せたりするのに優秀なんで、まあフィナーレ楽団であればかなり使えるんですけども、今回は、まあ、全体的に安定して乗るようなビルドが完成した。ただ前回、アルベドが実装されたんで、やっと使えるようになったかなってことで、今回また再度、紹介させていただきたいと思います。はい。まず、ステータスは、まあ、基本、会心率、会心ダメージを伸ばしていくスタイル。元素チャージ効率は、まあ、いりません。あったら、あったで嬉しい。で、水元素ダメージを持っていくスタイル。まあ、基本的にはこんな感じ。で、武器は今回、天空の翼を入れてますけど、その他、例えば、通常攻撃だけに目を当てるビルドじゃないんですけども、まあこういった弓隠しみたいなのとかでもいいし、まあそうですね、まあスキルと元素爆発の方に注目して絶弦などをね使っても面白いと思います。はい。で、生物は有給4セット、まず左から会心ダメージをね、しっかりこうやって伸ばしていって、で攻撃力ね、でここが水元素ダメージ、会心ダメージが乗った水元素で、こちらも会心ダメージの、まあ、会心率が乗ってる、攻撃量が乗ってるものが好ましいんじゃないかなというところになりますね。一応、まあ、ビルドは簡単なもんなんですけども、まあ、どういう状況で発動して、どういう状況で発動しないとかっていうところになってきます。まあ、こちら該当の元素ダメージがね、35% 上がるってことで、まあ、水元素ダメージが、普通に盛られてる状態にさらに 35% その印を取ると盛られるっていうところで、かなり優秀な状態です。まあ、例えば坂飛びとかの場合だったら、元素爆発とか元素スキルを発動した瞬間、こういうのに乗ってこなかったりするんで、まあそういうのにも全部乗って、例えばその中で元素爆発を途中で打っていく、そこら辺のダメージも全部ね、総合的に伸ばしていくのであれば、これがいい。ただ、運用としては、今まで勝利とか、他に岩を出すキャラとかいたんですけども、継続してね、勝利の場合は出すんですけど、叩いた瞬間、例えば自分が叩いて、その瞬間に自分の水元素で叩いたものが出るっていうタイプのがアルベドなんですね。なので、アルベドが出て初めて、なんとか、悠久タルタリアってビルドが完成したかなっていう形になります。はい。で、発動するタイミングとか難しくて、まあ普通に発動しないタイミングとかもあるんですが、代表的なのがファドゥイですね。今動画流すんですけど、ファドゥイ、こちらだとファドゥイのバリアが剥がれてる状態であったりとかしか、その元素 のシールドがいくら叩いても落ちないんで、まあ、シールド剥げてからっていう感じになりますね。なので、そういったところとかでは、ちょっと使い勝手が悪くなってきてしまうのかなという印象。あとは、スライムの、氷スライムだったら氷のあれが剥げるまでとか、うん、そういう形になりますね。はい。まあ、威力的には、元素爆発であったりも全てにおいて、どの状態よりも上がる。あとは、悠久のかけら、悠久はかけらを取ってから10秒なんですね。こちら。結晶反応で形成されたかけらを獲得すると、チーム全員の該当元素、例えばタルタリアで取ったら水ですよね、それが上がると。
なので、まずは全員上がるっていうところと、継続時間10秒です。なので、これを、取ったとき、取ってから10秒になるんで、取った瞬間にシールドが剥がされてしまったとしても、10秒間は上がったままなんです。なので、そこら辺を考えると、坂飛びよりもね、決勝で回して、使っていくっていうスタイルだったら、かなり優秀だと思います。なので、まあ、勝利を外した場合とかでも、悠久タルタリアは、シールド依存ではないんで、かけらを取った依存になりますんで、まあ、運用の仕方はそういう面では楽。ただ、自分で叩いてやることになりますんで、ファドゥイとかスライムみたいに、外皮に何かまとってるような相手とかでは非常に不利だと思います。だからそこら辺をしっかり考えながら、メインアタッカーと使い分けていくっていうやり方がありますね。例えばメインアタッカーと使い分けていくなったら、悠久のタルタリアをサブで入れるとしたら、ね、例えばレザーをボスに入れてベネットをボスして、で悠久のタルタリアをこう入れていく。で、アルベド入れていく。まあこういうなんか、メインの、ガチメインのキャラがいて、まあ大体全ステージ対応のレザーを入れる。で、ベネットで火力も上げれる。で、タルタリアとベネットも相性バッチリだし、フィールド内で、アルベドのフィールド内、ベネットのフィールド内、タルタリアが打っていく。で、ファドゥイとかああいうのになったら、まあ、まあ、基本的に 全体制で、ゴリゴリの火力で押しまくる無属性のレザーでボコボコに行くと。みたいな使い方とかもありなのかなと、僕は個人的には思います。まあ、こういうビルドもなかなかね、面白いと思いますね。まあ、他のビルドが悪いとかじゃないんですけども、今回はアルベドのいる中での悠久。で、これがもしね、他にアルベドがいないような環境下であれば、まあ、こちらを楽団のね、4セット。楽団4セットだったり、水生物の4セットにして、もう本当にワンポイントサブアタッカーにするとか、でもいいと思います。ただ、相性がね、全部のラウンドに、まあ、水元素が通用しないラウンド以外であったら、楽団の4セットのやつが元素爆発に蒸発かけたりとか、なんか結構汎用性の効く戦い方ができるんで、かなり優秀。ただ、こちらの方だと、まあ、ステージがはまるのであれば非常に戦いやすい感じになりますね。ぜひぜひね、無属性のステージとかいっぱいあったら、まあ、そこら辺はこれでご利用しなんかも面白いんじゃないかなっていうような提案です。一応、アルベドが出たことによって、いろんなキャラクターがね、強くなる、チャンスが芽生えてます。なので、そこら辺も考慮して、今回のビルドも出来上がったと。で、だったら他のキャラも悠久の、4セットでいけるんじゃないかなって思ったりすると、思いますが、実はですね、水元素が結構相性が良くて、なぜなら、他のところだと雷打ちだったりで、そもそも雷元素が入っちゃってる相手に 35% 与えれますよって、アルベドがいなかったとしても問題なくこれが当たりますよとか、火渡りで、まあ、アルベドがいなくても別に、非状態にしちゃえばいいっていうやつ、そういうものが存在するんですね。なので、それが存在しない、例えばその氷元素であったりとか水元素だったりがかなり優秀なんですけども、まあ氷元素で氷だけガツ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 って入れて、それがさらに火力につながるって言ったらなかなか少ないので、まあ今回はこういうタルタリアで悠久ってのが一番な提案の仕方なんじゃないかなってことでお話しさせていただきました。はい。あとね、こう汎用できるようなビルドであると思うので、まあこれを基盤にしてまたいろんなのを考えてみたりとかするのも面白いので、一つのね、提案として受け入れていただけると非常にありがたいです。ありがとうございます。では、動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。私ライブよくやってますんで、ライブ遊び来てくれると、そこでお話ししたりと、なかなかできて、有意義にね、こうやってビルドのお話できると思います。新しいアップデート情報とかも結構ね、アンテナ張ってやってますんで、よかったら情報交換よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。